よっしゃやっていくぜめっちゃテンション何笑ってんの。それはびっくりするわな。だってさっきまでさ冷静にやってていきなり、うん、終わるね、じゃあもう一回つけるね、よしやっていくぜみたいな、だから何の打ち合わせもなくやってるから、いきなりなんかテンション 0% の 100% になさっきまでシーンってしてて、びっくりした。それはねびっくりするわ。けど実際これはね横にいける人しかわからないそうだね、そういう面白さがあるからね、やっぱ横にいるからこそ面白いのあるよね、うん。待てよ、南国フィッシングツアーはちょっと嫌な、プロを…ちゃんちゃんとか見落としたの。シャチクルミちゃんちゃん最近行ってないね、3ヶ月ぐらい。シャチクルミちゃんちゃんって落としたらさ、なんか…笑っちゃったよねいいじゃん、いきなり叫んだが、オラやってくぜーみたいな、よしやってくみたいな多分これさ、音割れしてるなびっくりしたんだけど、本当にこれは多分音割れしてますよ、音割れ。南国の長女発見ツアー行きの船。長女か、長女楽しい、長女余裕やね、長女は、うん、昔長女使いの社畜と呼ばれたからね小学生時代長女ほんまにか、うん、長女を取らせたら横になる者はいないと言われた、うん、絶対そう。長女発見ツアーちなみにね、セミ使いでもあった。あ、そうなの、うん。モンシロチョウにモンキチョウ、アゲハチョウ、なるほどね、何でもいいのか、うん、ちょっとえ、こんなん余裕やろ、うん、余裕だと思う、余裕だろ。コトブキのじいちゃん6匹と言わずに60匹でいいぞ、60匹だ60匹は飲むわよ。あ、けど俺は5匹しか捕まえないから、クルメさんが55匹捕まえるらしい。俺は5匹しか捕まえないけどね、やばい。え、だけどさ、これ結構おらんとか言うノリじゃない、おっきい捕まえた、え、これオッケー、大カバまだ、あ、どうなんだ、あ、2だから、あ、OK なんだ、あ、で、捕まえる、ブタクソか、でも久々に会ったらブタクソになってる、虫取り、よし、モンシロチョウで、どこだ、けどさ、これ案外おらんよね、うーん、あ、いた、案外おらんよな、いないとき全然いないよね、そうそうそう、おら、捕まえていく、さあモンシロチョウ。ちなみにさ、あつ森でオンジマってやっぱりなくなると思う。あつ森、うん、どうなんだろう。オンジマはなくなるんじゃないかなって私は予想したけどね、動画で。けどさ、どう見てもオンジマないよね、うん、あれ。うん。なんか、うん、逆になんかあれをコンセプトで売り出していくんだったら、オンジマみたいなものを作ってしまうとカオスになると思うんだよね。確かに。カオスっていうかやばいよね。やばいと思う。まあ、どちらかというと今までは全く知らない人と交流するっていうのが、うん、まあ、問い盛りだったんだけど、うん、ただあつ森になったあつ森の場合は、うん、でみんなで、ね、開拓していくって感じだもんね、見た限りだと。そうだよね、まあ、見た限りだからわからないけど、うん、島を開拓していくみたいな感じだから、うん、開拓しやから、開拓し、うん、うわっ、いえ、こいつ、オッケー、捕まえた、びっくりした右色立てさ、急に横でさ大声出されるとマジでビビるの、わかる、うん、確かに。ずっとなんかおとなしいのにいきなりオラーってなるから、そう、オラーってなるから、そう、うん、テンションずっとさ0から10ぐらい維持してんのにいきなり80とかなるから、うん、そう、オラーってなるからビクってなるじゃないからしかもスプラトゥーンやっててもいきなり叫び出すから、そうそうそう、ビビってなる、それはビビるね、何があってってなる、うん、けど動画内だとあんま分かんないよね、これ。てか実際横にいたら相当びっくりすると思う、これ。そう、動画だとね、なんか思ったより、あれ思ったよりっぽい実際ってなるんだよね、不思議なことに。音量調節してるからね、うん、多分ね、うん、え、全然小さいやみたいな。け、実際横でこれ聞いたらさ、はぁってなるよ、横で聞くのはマジでやばい、本当に、うん、多分結構やばいと思う、うん、最近私の耳がおかしいな、そういうことか。え、マジでそれ俺のせいな、うん、そういうもんな知らん、知らんよ。え、けどさ、いきなりものすごい声で叫び出すもんな、うん、それ、うん、めちゃくちゃうるさいと思うもんだって、これ普段そう思ってやるっていう、うん、けど分かっててやってるからさ、俺、お、下手くそか、下手くそや、私も。あれ、チョウチョ取りの社畜遅くない、捕まえるの。気のせいじゃない、俺だってセミ使いだったもん昔。
セミ取りの社畜と呼ばれたから、蝶々もあくまでサブだからさ。あれ、私ここにいたのになんか捕まえられちゃった。イエイラグ、イエイラグ。なんか蝶々が瞬間移動してて笑ったんだけど蝶々瞬間移動やばい、マジで瞬間移動した。今私が振った先にいたんだけどさ、急になんかそっちの網に吸い込まれてったブラックホールややばすぎるそれはヒューンみたいな、ヒューン。え、だけどさ、たまに虫捕りすると楽しいよね、うん、確かに、うん、本当にたまにやると楽しいわ、ね、うん、っていうかさ、うん、ツアーって普通に楽しいよね、やっぱスコアが出るから。あ、俺結構好きなんだよね、たまにやると。毎回やると鬱陶しいけどさ、うん、鬱陶しい、うん、飽きてくるよね。うん、お、おらおかわさぎやな、おら今日早くね、おらやったですか。待って待って待って、オーケー。やっぱこういうのは数で勝負しないといけないからね。うん、それやで、ほんと量産型やで、量産型。ほらオッケー。だから熱森のさ、うん、このなんだっけ、なんて言ったの、蝶々とか、うん、結構リアルだけど、え、めっちゃリアル、すごいよね、あれほんとにリアルなんかすごい、めっちゃグラフィック進化してビビったんだけど、うん、やっぱ 3DS とかで全然違うよね、服とか、うん、髪とかね、すごい風でなびく感じとかすごい、うん、けどなんかゲームとしての自由度はめっちゃ上がりそうな気がする。うん、もうロコンチョウだ。 DIY も楽しそうやしな。 DIY 完全にあれクラフトってマイクラじゃんっていう、うん、けどポケモンの要素もあるよね、クラフトとかね、あそこら辺。確かに、うん、っていうかね、ポケモリやん、なんかその家具の概念がマジでポケモリだよね、うん、あれ、その作り方とかね、いろいろ見てる限りだと。だからなんかポケモリとかをね、うん、結構やってる人ならすんなり入り込めるかもね、あれ。確かに、うん、今回の記録は必要って言っても自分で調達するしね、うん、うん、すごすぎでしょ、調達。ゴールドカタブキ超いいね、値段6枚だ。やったー、やったー、頑張った順におまけもつけておいてやろう。あ、なんで俺一枚だ、ふざけんなよどう考えて私の方が早かった、ふざけんなよ、じじい、節穴かすのね、ふざけんじゃねえぞ40倍ぐらいよこせマジ節穴だわ。2枚と1枚って少なくね。うん、少ないよね。あんなになんか全力投球で頑張ったのに悲しくない、うん、20枚と10枚なら分かるんだけど、2枚と1枚ちょっといただけないわ、ね、いただけねえよな。あ、カッパのやつ買っとこう、私。あ、そうなの、458枚ある、私。だって、ありすぎじゃね、ありすぎでしょ。ちょっと待って、持ち物、うん、持ち物がお店でたくさんあるのかな。久しぶりやな、だけど、ここも最近、御島とか行かないからさ、うん、めっちゃ久々な気がするんだよね、これ。ああ、あれ、てかさ、最初からこれで切ってあったっけ、こんなとこに。え、切ってあるやつあったっけ。いや、自分で切ったんだよね。あ、そうなん、これなんか切ってあるね。え、待って、バナナ落ちてる。これ、俺が前やったってこと。多分、私がやったかもしれないあ、そうだ、バナナの山って何これ。誰だったんだっけ、何やこれ、バナナの山って。え、これで復活せえへんの。復活はしないよ、自分でやらないと。あ、木も、うん、復活しない。え、自分で埋めないと、それ復活しない。木も、うん、え、こいつも、ここも。え、マジで。じゃあ植えまくったらさ、木がめっちゃできるってことじゃん。あ、そうだよ、当たり前じゃん。あ、そうなの。じゃあそれやったらめっちゃ効率的にできるやん、植えまくったら。あー、でも植えない方が、植えない方がいいんだよ。あ、そうなの。虫取るには。あ、そうだから切ってって言ったんだよ。あー、なるほどね。あ、そうだ、私が切ったんだ。あー、森林伐採したのが。前さ、なんか私に、うん、そうだ、私にさ、お金集めやらせてたじゃん、うん、やらせてたんじゃなくて、やってって言ったらやってくれたんじゃん。やらせてるって言うんだよ、その。なんでそれ言うの。わかるか。うん、わかる。30万ぐらいね、私が稼いでたよ。ありがとう、30万。ありがたい。ありがとう、泣いちゃうよ。いいよ。1時間で30万稼いで、こんな時給高すぎ、わかった。時給やばすぎない。やばい。現実世界に30万欲しいんだよ。うん、よし、っていうわけで今日はこの辺で終わっていくか。何笑ってんの。いいじゃん。だって時間だもん。終わるわ。時間がね。うん、時間があるもん。そうやな、うん。じゃあね、みんな。じゃあね、ちょっとよろしくな。何笑ってんの。
あ、めっちゃなんかううってなってる外。そう、あ、これ絶対入るじゃん。入るよ。あ、もうええわ、カットしへんから。バイバイ。